夏休みとかけまして、この番組とときます。夏休みとかけてこの番組ととくはいその心はしばらく投稿がありません。わかんないよ誰も切ないです。自覚はいワラバ研究所始まりでございます。は七月の二十一日はい。 もうね、今日時期的にはもう皆さん夏休み、ね本当ね、今日からという方もいらっしゃるんじゃないでしょうかはい、うん、はい、はいえー、このわらば研究所、えー、研究員ケイシータカビシでございますどうぞよろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いしますはい、えー、そして、えー、所長はい、わらば研究所所長の子育てアドバイザーホーリーですはい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますねえー、そしてね、今日はまたね、えー、まあ素晴らしいゲストで、またもう三回目だからねでもこの方ね、うんうん、もうだいぶもう スタジオのあとうちら2人のこの雰囲気にも慣れたんじゃないでしょうかねね。そうですねあとこの番組一応 YouTube で見れるんですけどうん、うん、YouTube 見た時にねあの何これって多分 <laughs> <laughs> 思った方もいると思うんですけどはい、はい、えでもご紹介いたしましょうね、はいはい、では今日のゲストさんはこの方ですどうぞはいよろしくお願いします3回目になりました現役小学校で教員をやっておりますロッキーと申しますはいよろしくお願いします、はい、しロッキーさんはい あのまた急にまた今日はね、あのこうなんだろう、あ YouTube で見るとね、はい、なんだこれって思う方もいるしちゃうんでそうですけ、ね、ど、でももうまさにこれ、僕の顔ですからね、なるほどね見た瞬間、わかり思いますよ、<laughs> これはね、もうぜひあ YouTube でつなげてみてくださいね、はいはい、これね,こうね、あの前に倒すとね、こう、紙の方を倒すとね、ねこうペ,コペコって、ね、そうですね毎回お辞儀してるようになる。<laughs> そうそうそう あ、そうなんだ。はい。面白いです。ただちょっとあの今テープで止めましたね。ああ、ね、あの詳しく、詳しく YouTube 見てくださいってね、まあね、まあでも今日まあラジオなんで、はい。今日はねまたあのロッキーさんをお招きして、はい。この番組ね、まっすぐまあトークテーマ行くんですけども、今日のテーマは、はい。はい。夏休み、夏休み。ということでございますよ。まあ夏休みはねもうほらもう学生さん。 にはとっても一大イベントじゃないですか。響きも最高ですよね。夏休み。そうですよ。よバケーションです。本当にもうね。ね<ー>本当にもバケーシーですね。本当に。バケーシーって、いやいや。<laughs> いや、休暇本、<laughs> 本当にもう。本当にも急に行ってくるかって。本当にもう <laughs> すいません。ちょっとうまいこと <laughs> <の>休暇もね、か絡んでますけどね。いやいや、もう、それもう,うまいこ、うまいことちょいちょい挟んでいきます。からね頑張れ、ケーシーさん。いや、大丈夫よ。あのね、むしろあの、ロッキーさんだったらね。 なんか急にねポンって振ってくるからそっちの方がねほら腕の見せ所そうそうそうだすいません僕あのポンと振っちゃうタイプなのであのまさにあれだよねまあ急に振られて困りますってねああ大雨すげー来た来た来たやればできる子でした最新のことに絡めながら進めていくよし頑張ろういやでも本当にうんねまああの まあちょっとねこの今、ちょっと話出たんですけども、はい、こればかりはこの、ね、今回ちょっとね皆さん大変なことになりまして本当に、まあ、こ,うこういうことは僕ら本当に、まあまあ、簡単には言えないんですけども、うん、まあここで、まあ、大の大人たちがこう、ね、絶望とかみたいな顔をしてたら本当にまずいのでこの番組だけはちょっと明るくやっていきましょうよ。 でねあのまあ本当にはこれからもね楽しい放送をやっていこうということでさあ、うん、今日もねじゃあ改めましてロッキーさんと一緒にまたあの夏休み、はい、でまたあとわらばー、ね、わらばのことではい話を思ってるんですけども、はい、あのまあそうそう三人はねそれぞれほら子供時代育ったところが違いますからそうですね夏休みの環境も違いますかね、うんはい、全然違うと思いますね,ねでえ東、ー、方リーさんは横浜横浜ですよねで、はい 僕はもうあの福岡の、はい、まあ F 岡のもう言っちゃいましたけど <laughs> F 岡福岡の,あの村ですね村出身なので、はい、とてもまあ学校自体みんな家族みたいなところで育ったのでいいですねだいぶ違うと思いますねじゃあこうあれだ自然にも囲まれたような感じですかそうですね毎日もう自然と遊んでたので、うん、あと昆虫採集とか昆虫採集かもうお宮で 当時は罰当たりだったんですけど記念碑にサッカーボール当てて遊ぼうといのそれはよくないとは思いますけどね今考えたらよくやってたなその方が今先生やってますからね大丈夫大丈夫ねあの時の僕はねそうですねまあねえっと沖縄ですけども全然あのそうね西のなってないわね政治になってないわ沖縄なんでまあやっぱ周りは海 やっぱ昆虫採集といってももうなんだろうなセミしか周りはいなくってあの僕の家のすぐ近くにガジュマルの木がありまして、はい、そこがもう朝からもうじいじいってもう本当にこう,もう木の幹にもずらーっと並んでてすご,すごいそう。その 普通となんか、例えば、うちの隣のね、おじちゃんとかが車通るため、ばあって飛んでって。へえ、面白いじゃん。子供ながら、ちょっと、なんだろう、あの、七国の世界と止めたような。セミの鳴き声で朝起きたりとか。うん、あ、ありますね。ありますよね。そうそうあるあるだね。それもなん、それもね、もなんか、あれだよね。もう、沖縄って、やっぱ、ほら、もう、すでに、五月。ね、ぐらいには、もう、早くて聞けたりとかするとす、ね。はい、夏だね、ねあ、確かにね。うん 早いしかも長い夏休み長いって思ってましたもん沖縄勝手にねああそういう感覚はありましたね勝手にですけどね僕もありましたでもやっぱりあれですよね一緒だった一緒だった一らいから まあ8月いっぱいぐらいまで、そうですね。まあ最近ちょっと早いよね。始まる。はい。今やっぱ2学期制になってやっぱ学校も変わってきたんですかね。変わってますね。やっぱあの秋休みがあの1週間休みになってる分、夏休みがちょっと短くなったり、あ、ちょっとじゃ8月の何日かから、あ、あとお正月も早く学校始まったりするので、お、へー、それはちょっといだな。1月4日ぐらいからじゃない、5日ぐらいから、じゃこう早い3日開けと同時に、もうすぐです。 本当。そう。会社なんか準備もできなくて嫌ですね。なんか僕がちっちゃい頃のイメージは八とか一月はい四月とかこの方ね。そう。からだったんですけど。早いと思いながら。それ早いですね。とかね。休みも変わってきたんですね。変わってきたね。これもね、同時に学校も変わってきましたから。そうね。だってほら十九二日生なんてね。そう今もう定着しましたからね。うん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 。あれはまあ僕が確か高校三年生ぐらいの時になんか。 1> えと月1ぐらいで始めましょうかみたいになって土曜日、末になるのって言うからう当時は喜んでたんだけど今思えば土曜日ってやっぱり半分がこの学校だったから楽しかったんだなみたいなそれありました、ね、午前中頑張れば明日休みみたいな、うん、土曜日は午前中だけだみたいな、うんうん、そういう楽しみもあし、うんうん、日から5日間平日で頑張って。で 土曜日はもう休みの前に、こう準備みたいな、こう。だ、うん、から、こう、今、今の子はどうなんでしょうね、この、もう、それに慣れてしまったので。そうですね、うん。休みの日、まあ、やっぱ、これですが、もう、今、実際に、あの、ね。あの、現役のね、先生として、あの、活躍されている、ロッキーさん。いや全然、活躍はしてないですけど、ねあ。じゃあ、じゃあ、じゃ、活動 <laughs> <laughs>、うん。やっぱ、あの、先生、やっぱ、この、この、休みの間、はい、あと、その、まあ。 よく思われがちなのが夏休みの間って先生は何されてるんでしょう休みでいいよねって思ってる人多いよねそうですね結構いろんな方から言われるんですけどいいね夏休みがあってからいいねって言われるんですけどうんはいそうですねって言いながらでもまあ実はずっと出てるんですよ学校にっていう学校にこのもう毎日休みではないんですよね ただ、うん、ありがたいことに5日間だけはあのーあね、夏休みとってくださいっていうとっていいよっていうのがあって。ので学校に出て。うん まあ、研修したりとか、はいはい、たまった、事務仕事をやっつけたりとか。ね、やっぱ子供たちがいるときに、できなかったこととか。そういうのを、一気に夏休みでやってしまって。<ー>で、次年度のことまで、考えたり、いろいろする時間もありますね。ああ、そっか,か,か、そっか、そっか。普段は、もう朝から夕方まで、がっつり子供。ずっと子供と一緒なんで。そりゃそうだね。あとは、なんかね、まあ、もし、ほら、万が一のことがあったりして。はい、学校に、なんか、緊急な連絡が入る、ったりとか、うんはい、そういった時のため、なんか、こう。 先生が。そうですね。ねもう必ず誰かいないといけないっていうのがあるので。休みでもいいのに。うん、なんかね、もうまあ、あの、そうですね、休みにしていただけたら最高だなと思いますけど。うん、だって、って今、携帯だってもあるんだしね。あ、でもね、うん、今、あの。ほら。 ホラーとか言っっちゃた子どもの貧困問題とかもすごく問題になっている中で他県ですけど兵庫県の明石市さんはすごい先進的な取り組みしていて夏休み学校完全開放するっていうのを今施策として組み立ててらっしゃるのでお聞きしましたよ市長さんから。給食やるって ねすごいやっぱり本当にいろいろ厳しい中で夏休みって給食がないので共働きの世帯でも昼食手配って結構大変だし学童さんもその期間は朝から晩まで学童で昼食分プラスで料金だかなきゃいけなかったりお弁当持たせなきゃいけなかったりって言って夏休みってとてもお金がかかるっていうのが子育て世帯にはあってじゃあそれをなんとかしてあげられないのかっていう視点とやっぱり あの本当に厳しいと,、うん、えと給食頼りにやってきているような、はい、おう,、ね、うお家はやっぱり給食がないっていうのはとても厳しいっていう、うん、だったら食べさせればいいじゃないかって、ね、市長が。 すこれでもほら逆に言うと給食センターのおじいちゃんおばちゃんの雇用止めにならないって休休みみおにななっちゃゃうじいですかそれもないから雇用促進にもなるしずっとつながってられるし子どもたちも安心してやっぱり子ども時代に子どもにとって大事な自分の社会ってやっぱり学校生活になってくるからその学校が子どもたちにとって一番のいい場所になるのが一番いいって はい、効率ってそういうことだろうっていう市長さんなんですよ。すごい市長さんですね。そう大好き私。あれだね本当にね、はい、こう学校がこのね子どもたちがもうね、はい、学校が好きでもう。 通ううっていの何だったらご飯だけ食べにくりゃいいよとか言っててそのうちも学校が子ども食堂化になったとかでもね本当にそれぐらいになっていいんじゃないかってでここに来るとお腹も満たされてマンダロの知的欲求子供って教えられるんじゃなくて学びたい生き物本当はだったらそのお腹いっぱいの中で安心してこれが知りたいあれが知りたいって意欲がどんどん湧くに決まってんじゃないかってなるほどね 図書館とかね、開放するとか。ね、そこで読書、の何冊しましたとか、そこでまあ感想文の書いててもいい。で、先生たちどうせ勤めてるんだから、いいじゃないかっていう市長さんね。すごいなと思って。実践するんですか。画期的ですよね。しかも、あの、明石市でしたっけ。かなり気温も。高いところですよね。そうそう、そうだし、漁師町だし、いろいろ。熱中症対策にも。あの、エアコン。いいかもしれないですね。 本当に、あの、その期間に、食事が厳しくなってしまうって、こう、がいなくなるなら、公的にやるべきだっていうのを主張なさってて。うちはやるよって、言ってらっしゃいましたよ。すごい、すごいと思って。素敵ですよね。これね、あの、こういう、なんかいい例は、なんかこうね。どんどん広げてほしいですよね。うちもやってみようかなとかね。もう段階できればいいからとか。 今年は多分きつい来年度ぐらいで組み立ててるんじゃないですかね。<ー>もしかしたら今年やってんのかな。もう今年あたりからちょっと興味ありますね。うんうん。やるよって言ってらっしゃいました。ね、だからこういうニュースとかもどんどんなんかね。ねえあの今日情報共有したいですよね。うん、なんかあの県内だけじゃなくて県外でこんなことやってるとかって、うんねうん。こういうこともっともっとつながっ もでもね本当にその学童さんなんか沖縄県だと利用者も本当に学童必要としている人のうちの半分も多分利用できていない、うんうん、お留守番を頼むとかという形なので,で、ね、学校がね居場所みたいになってくれたらまあ安心ですよね。と思うこれ、ね、あの学校の中にね実際歳のほら学童があったりとかそういうところもありましたしね。 でそこでさらにほら給食まであったらね、それは助かるよね。まあ子供たちはもういたりつくせですもん友達とも遊べるし、親もほら長い休みの間にさ、なんかどこ行ってかわかんないみたいな困るので安心ですよね。一番大変と思うんですよね、親子さん。この40日間ぐらいある夏休みでどうネタを作ればいいのか。本当ですよ。子供たちに対して。本当ですよ。仕事にやっぱ親は出なくちゃいけないですから。 普段と変わんないですかね。はい、子供たちと一緒に親も休むとかね。うん それができたら、海外のバケーションみたいにね、大事ですけどね。休みなのは子供たちだけですから。それが困るんですよね。余計心配ですよね。そうそう、そうそう。やっぱね、夏休みがこう学校制度の中に導入された時と、家庭形態が変わってますからね。おじいちゃん、おばあちゃんと、お父さん、お母さんと子供が住んでいて。で、まあ、お母さんは働かないとかっていう専業主婦みたいなのが、一般家庭の形、モデルケースだったところから。もう今、各家族でね、両親とも働きが当たり前の中において。 えー、子供だけが40日も休みってさ。<laughs> ね <laughs> またこれでまだ兄弟がいるとかならまだねそもやっぱりあとは一緒に遊びたいよね私親だけれど一緒に遊びたいんか今しかできないことってあるじゃないですか今うち長男高校生になっちゃってもはや遊んでくれないので若干反抗期みたいな反抗期は終わった反抗期終わって俺も17歳だしみたいなイケボイスみたいなそういう感じになっちゃったので長男さん壁ドンされるんでしょうか そうそう頭上から持たれちゃうんです大きいんです私よりなのでおいって頭持ってきて私はバスケットボールじゃないとか言って私はあのさ積んでる彼氏じゃないんだからさみたいな基本積んなんですけどたま出れるんですよ一緒にコンビニ行こうぜとか言われちゃってやだやだみたいなこと言うけどねえ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 一緒に映画行こうって言ったらやだよ俺は別友達と行くしみたいな全然一緒に動いてくれないからやっぱちっちゃい頃というかね小学校男の子なんか特にお母さんと 遊ぶってね小学校高学年になったら友達の世界もどんどんできるだろうしやっぱそんな中でさアメリカのさ映画,じゃ映画とかドラマじゃないけどさ家族でキャンプとかさなんかやりたいでしょやりたいけどあの海外ドラマにあるようなみんなでキャンプに行くよみたいなのも子供は40日休みだけど親は土日しか休みじゃないからできないんですよね。やりたいよ やりたたかっよまあまあこれはこればっかりはねあのうんとねまあかく各う自分もまあ子供の時から両親共働きだったからだからよねだからよねって沖縄の調査でさ出た結果があるんですよ家族旅行経験がすっごく全国に比べて低いこれちょっと僕も聞いたことがあります子供たちに行ったことないんだよね家族で旅行って。 忙しいし長時間今年ちょうど7月の前半で県が去年からやった調査の発表とかもしてますけどホームページとか見ると載ってるんですけどそこにも出てるんですけど長時間労働なんですよねご両親が。で今沖縄ほらさっきさ週休2日に話してたけどさ収録勤務とかまだまだあるのでやっぱり日曜日しかお休みじゃないとかね観光産業のやっぱり県でもあるので平日お休みだったりとかね子どもと時間が合わないまだだ。 さんサービス業とかでねだっ、だいたいそうそうそうドリッチも働いてたりするんですよね。そで,ね、うん、でそうするともうやっぱり多分チャンスがめないんでしょうね。うん、まあ金銭的な厳しさも,もちろんですけど。うんうん チャンスがあればほら遊びに行く先ないかというと一応あるじゃないですか。そうですね。ちょっと出たらちょっとね日がまあ日帰りでねちょっとまあやんばるとかドライブ行くとかまあこうねできなくはないよね。できなくはないんだけどがっつりと旅行とかね。ないね。の夏休みとかにさあのオボとかあとのほら帰省ラッシュで海外にいってくる日本人観光客とか言ってインタビューされてさそうそう。

修学旅行うん、うん、で読谷とか行ったりするんですよ。で読谷に行って。で初めてだっていう子たちも結構。お泊り始めてみたいな。お泊りも始めて読谷も始めてみたいな。そう嘘と思って、うん。そうなっちゃう。そうですね。すねちょっと切なくなった記憶がありますね。あの、そうね、まあ、その中でも、やっぱ、あの、ほら。 少ないからゆえに子供ってその時のね思い出がすごい残ってるもんなのね。はい、覚えてるもん、ちっちゃい頃どこに旅行に行ったか、僕も覚えてますね。なんかありますよね。はい、<ん>で、今そう自分も今話の中で、うん、えっとね、毎年そのえー、まあまずうちのねそのまあおばさんがいて、うん、えっとこのおばさんが、うんうん、あの会社のねあの保有地でね。あなんか保有所みたいな保有地で、はい。うん ムーービチホテルあらいいじゃんめっちゃいいじゃないですかここに毎年1回だけもう両親もまあ父ちゃんはサラリーマンだったから土曜日は休めてで母ちゃんがこのあので土曜日はお昼お仕事終えて追っかけてきてああやっぱりそうでもいいね本当にほんのわずかな何時間かの 世界だったんだけどそこに一泊するの。一泊するっていうのがああいいですねそうなんですよいいですねでなんかもうなんかこうもう今ではもう普通なんだけど冷房の効いた部屋で、はい、でもう畳でみんなもう揃っててでもうみんなプールでとか海行って遊んだりとかしていいね自然にこう,う僕マイクに向かってニヤニヤこう当時のねそうあの なかなかない機会だったからこそあの時の思い出っていうのがわかる多分私もそんな感じですね小学校低学年までなんですけどあのね私は横浜関東育ちだったので静岡の熱海っていう温泉街温泉街があって熱海のホテルに行くっていうのが一泊なのやっぱり一泊で伊のとか鳩屋に行きたかったけど違うやつね に多分保養所とか,なんかそういううい感じだったんでしょうね、うんはい、行くとおじいちゃんおばあちゃんとか多分会社の人とかがいて、はい、で普通にホテルだからでっかいホテルロビーが広くて赤い絨毯でみたいなのがもう忘れられなくてでそこのホテルがさ、うん、高層ホテルなんだなすごい、うん、14階15階目20階みたいなねでそんなの普段見ないから「私も横浜とはいえ田舎に育ったんです、うんはい、ですごい!」って言ってエレベーターで最上階まで行った、うん、なんかオーシャンビューの、うんはい、なんだろう 喫茶室みたいなところに、うん、えっとウェルカムアイスクリームみたいのがあってテンション上がりますねそうなのそうなのだからそれを弟と <laughs> はい、はい、アイス食べに行こうって毎年何回も行くみたいなね <laughs> 一回だよって言われるっていうのを今でも覚えてますねいや僕僕も一つだけですか、うん、僕もそういうのあったんですよ一、はい、年に一回だけ十二月に、うん、あの僕の父と母が、うんうん あの親,親戚の子供たち全員連れて福岡なんですけど <laughs> はい、はい、グリーンピュアやめっていう、まあ、今もあるかどうか分かりませんけどそこのコテージに,に2頭、うん、借りて10万人で泊まるっていう。 いいですねこれ毎年やってました楽しみになるんですよねめちゃくちゃ楽しみでした今年はいつ行くのみたいな子供たちでしおりを作るんですよいとことかはとことかが集まって今年は誰々今年は誰々の子供とかがしおりを作ってみんなに配って何時から何時まで何します面白い面白い旅行のしおりみたいなのを作るんですねこれ最高ですね楽しいですねいいないいなそれそれすでにアメリカの映画みたいな本当だ本当だちょっと楽しそう家族でみんなでこううね、そ盛り上がってそういう助け合いもありですね あのほら連れていく引率引率ってあだけど担当保護者がさチェンジすれば毎年順番こうにすればいけるかもしれないですねうちの父と母がずっとやってたんだねちょっと大変そうだけど今思えばねまあ一番今の27ぐらいの子が離乳食の時からやってたんですごいすごい10年以上やってましたねうん。 何歳から離脱していくんですかやっぱり17歳ぐらいから <laughs> やっぱりどんどんあの大学にこう高校までは付き合ってた高校まではやってましたねでも一番上の長男は大学まあ琉球大学だったんですけどはいはい 帰ってきてまで運転してくれたりして,てそこまでやりましたね。でもさ当たり前の行事だから継続するっていうのもありますよね。毎年あるから当たり前感がちっちゃい時からこう積み上げられてなんか離脱、うん、最初に離脱した人の年齢が高ければ高いほど後の人も離脱できないよね。ずっとやるんだなみたいな。はい、いいね楽しい。ねそうそれは楽しそうだ。楽しかったです、ね。自分もその高校になった時もこうあの。 当時昼は部活やってたんだけど、はい、後でバス乗って追っかけたりとかしてさっきの,あのムーンビーチホテル行ってはい、はい、でその時にみんなで家族みんなで夜、まあ、ちょっと高校生だからちょっと夜更かしもできますよね。そうですねそれでその時みんなであの当時やってた夢で会えたら見ててダウンタウンさんとかウッチャーナンジャンさんの見てコント見ててうん、うん、お親世代は。 どこが面白いの、こんなの。ああ、そういう感じだった。ええ、こケイシーさん、高校生でも行くんですね。ちょっと希望の光が今見えて。なんだよ、それ。だって、ほら、うちはさ。長男さんが。留守番するよとか言われちゃうから。あの、一応、なんか、もう、ほら、実家にいても、ほら、誰もいないから。兄弟。何人。兄弟三人で。で、どちらかというと、自分がよく動く方だったんで。長男。真ん中。ああ、真ん中。部活したりとか、あとは、二年生になったら、もうバイトしちゃって。 ええー、えでもそうなったらより参加しなそうですけど。まあ、うんさすがにもう二年生の時からもうそうねあの今年あもうなんだんだんなんかこうみんなちょっと行かなきゃいけないのみたいな空気になってくるんですよね。今年も行くのやっぱり十七歳じゃあほら。でも希望の光だったねこうちょっ <laughs> なんか今希望今よ。でもあの時はもうそうあのそう僕らも夏のもう。 こうなんだろう定番ともうだから長男と次旅行に行けるのは大人になってからだろうなって思っていて、うん、あまあそれはそれで楽しみなんだけどん,、ね、なんかちょっと早かったなと思いながら「俺17歳だし」って名台詞だよ、うん、<laughs> 何それと思って「っね、俺もう17歳であそうか」と思いながら「うん、あのでもちゃんとなんでしょうクールに断られるんではなくて猫を飼っているので猫の餌あげとくよ」とかで毎日一回 LINE かメールはするからとりあえず家守って。 持っとくみたいな言い方をするから可愛いなと思って。すごい。うん、お利口じゃないですか。すごい。うん。お家のこともちゃんと見てくれたりとかして。そう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 。なんかこう誰々が訪ねてきたよとか教えてくれたりとか。へなんかこう一緒にはいけないけど普段よりも電話の数が多かったりとかしたけどね。でもなんかほらやっぱりちっちゃい頃が一番こうね一緒に楽しめる時期だからチャンスっちゃチャンスですよね夏休みとかそういう大きいまとまりの休みね。 まああじゃねもしか数年後ねねじゃあその長男君が車運転俺が車出すよとか言って言うかないやいやそれちょっと待ってこにくれると思いますけど怖くて乗れないよねそこかそこじゃない仮免の時にもう超ドキドキですよ教習所の教会偉いなって最近思いますもんあとうちの親が私が初めて免許取った時 自分で初めて車を買った成人してから車を買って買っちゃったって言って、はいうん、どっか行こうよって言ったら嫌だって言った気持ちが今ちょっとわかる <laughs> 僕めちゃくちゃ母ちゃんにボロクソ横から言われましたけどね怒られますよね、はい、きっとね。うん、もうそれでイライララしててててからもう乗せんって言って、ね、だっ言だ怖い、うん よね、多分きっとブレーキのタイミングとかさ、きっと取り立てて怖いですよね。ね、まあ、でも誘ってくれたら嬉しいな。でも、その時はもうね、もうぜひも、うみんなでも言ってくださいよ。何を。え、いや、もうドライブで、みんな家族みんなで。あ、そうだね。うん。その時、その時、本当に希望の光ですよね。もう。いや、もう、え、なんで、え、なんで、いや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 、いい話してるなと思って。希望の光から、こう謎かけが始まるかな。ない、ない、ない、ない。そんなうまいこと言わねえと。 こういう家族旅行ってね本当にもまあやっぱ、うん、じゃやっぱでもこれはもうねどこの家庭でもうん、うん、どっかでこう思い出があるんだってことで。 思い出を作りたいね。ね、なんか作ってほしいという思いもありますけど。なんかね、もうね、おも思い切って車車中泊とかでもいいぐらいと思っててそのお金をかける必要は多分ないんだろうなと思って。あのちょっと声をかけたら今さ、SNS とかでもさ、キャンプ用品とか貸すよみたいな人もいるから。なんかやっぱりそこはちょっと頑張りたいですよね。で頑張れないなら手伝うよみたいな。はい。そうなんかね、あの車の CM じゃないんだけどね。子供と一緒にどこ行こうとかね、もより思い出とかね。いいね。もうそうだね。 これなんかこういうのどんどんやっていってさあの、まあ、特に沖縄もねこうあそうねあのどこどこの海に行ってきましたとかさ、うん、で沖縄って、まあ、車社会だからねそうですね、うん、そうだね頑張ったらちょっといけそう僕の知り合いも、うん、あの車中泊でうん、うん、あっちこっち子供連れて行ってます楽しそうですよねもうちょっと頑張ってねカーフェリーでね家島とか行ったりとかね1うん、うん、一回行きました どうでした?し。全員で行きましたよ。うん、えっと、まだお兄ちゃん六年生の時かな。よかった、よかった、よかった、とってもよかった。うん、じゃ、あ多分、今頃、多分、これ、豆腐姫聞いて喜んでると思いますよ。あ、そうだよね。家島,家島だもんね。うん、でももう、すごい楽しかった。うんうん まずそもそもさほら名護のさそこのフェリー乗り場に行くまでも旅じゃん南部から行く元部のね元部ガッチ元部のフェリー乗り場までガッてみんなで行ってこのまま乗っていいんだよみたいのが楽しくてああいいですねそうそうワイワイしながらみんなで乗り車で乗り込むっうそうそうそうこのまま行くのみたいなそれも初めての体験だったし手続きとかアリーナ車検証出してから何センチとか行ってから なんかね面白かったでこうなんだろうフェリーなんて初めて乗るのであの何しゃんていうの船中でみんなトランプしたりとかあの船自体もまあ三十分ちょいなんだけどあの三十分だけでもね楽しい楽しい元ボーダーシュの下をくぐるときとかね超楽しかったでもねちょっと怖かったちびっこがいたのでこうなんか何ていうのカ板パんていうの船何ていうのに出るとか言ったらなんかこう 大丈夫持っててねみたいになったけどねまあの風を切っていくところとかすっごい楽しかったあと海の色が変わっていくんですよねそうですねそれが超楽しかったいいねいいねそれ離島にちょっと行くとかでもいいですねまあそうですねあとまあほら鳥化島も近いですし鳥化島とかねなんか本当にも久々島とかなんかもうちょっとなんか船でポンってなんか出れるようなところとかなんかさ那覇違う沖縄県かなその体験ツアーみたいなの県民向けに発表毎年しますよね安いツアーで はい,はい、いろんな体験星を見ようとか、うん、やってますよねアグリああいうのもちょっと活用してもいいかもしれないですね。僕の家ののののにも入ってましたたさそはんすす、ね、すごいいいいででねねね、うん、離島ツアーーモニターみみなな感じで懸命に毎年募集してますよ、ねはい、き旅行割引みたいなやつああいうので 旅行会社とかがさ、率先して。いいね、例えば県内、よくホテルとか行ったら、県内割引とかあるじゃないですか?らららはい。うちのアプランみたいな。あれをそのセットで、全部例えば船、船とかみんなプラスして。はい、あので、あの出身が、あ、沖縄に何年以上住んでる方みたいな。あ<ー>で、で、お子さんが沖縄、まあ、例えば、沖縄県、沖縄県、今学校に通ってる方とか。なるほど、なるほど、いいね。ね、それをなんかクリアして。 その,なんかその分割引がなんかパーセンテージがそれあったらいいですね体験の差ってさ、うん、ほらやっぱりこう幅がね、うん、こう視野の幅もそうだけど、うん、全然変わってくると思うのでうバンバン体験できるような補助とか出してほしいですよね。夏休みってこのもう子のもって夏休みって言うだけでも大冒険の始まりみたいな感じなので,でこれがこの40日後なんですけど。うん 全然違いますからね、子供。なんかさ、すごいこう表情変わったりとかね、日焼けもしっかりして。急に大人っぽくなって。たね、いいですよね。すごいことを達成して帰ってきたみたいな。してるんだよ、きっと、なんかしらか。経験してね。なんかね、もう、経験値が上がったぞみたいな。そう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 、ドラクエだね。なんか、もう、なんか、こういう生活様式になっているから。なんか、あの、私、昔、サイファっていう漫画が大好きで、まあ、あの、ググってください。あの、ぜひググってください、えらい昭和な漫画なんですけど、大好きな漫画なんです。 ですけど、はい、裁判の中で 中学生高校生かな、うんのまあ、主人公の女の子がサマーキャンプに行くんですよ。はいはい、でサマーキャンプに行くお金を、えっと、パッチワ近所の人とかに行ただからアメリカの映画とか見たいなレモネード売ってたりとかするじゃないですかだ、はい、からああいうのをちょっと解放してあげてさサマーキャンプみたいな、はい、ほら親だって働いてるわけだから30日間サマーキャンプそれはその漫画の中に出てきたのはアメリカを縦断するの自転車で。 で高校生はえっとお兄さんお姉さん役でえっと小学生低学年とかを面倒を見る役として行くっていうサマーキャンプが組まれててなるほど子供たち応援しながらこう縦断していくよっていうちょっとなんていう漫画ですサイファサイファサイファーちょっといいよいやもうすでにもうこれ読んでおかなって気になっちゃいましたなりましたちょっと今そんな流れでま思いついたのがじゃあ よく大人の中でこうやってねこういうことをやりますのでお金くださいってからクラウドファンドみたいなあれ子供向けのクラウドファンドみたいなでもさんかさ私サイファーを読んでてすごいなと思ったのは自分が得意なことでみんなが欲しがってるものとウィンウィンの関係になってそこから自分が試してみたいやってみたいってそれはその子はねオレンジカウンティーっていうところにいるおばあちゃんに会いに行きたいわけ。 おばあちゃんが家にいるからそこまでちょうど縦断するサマーキャンプがあるから目的がで頑張りたいって言ってこうパッチワーク作って売ったりとかおじいちゃんに売ったりとか近所の人に売ったりとかお友達でこうベッドのなんとかが切れいあの買い替えたいと思っている人に私作るよって言って作ったりとかするっていうのを一生懸命やってたりとか、まあ、海外だとベビーシッターとかのバイトも中学生とかでもできたりするからさそういう体験活動のための何か自分の得意なこと、はい。はい どこ、お金に変えていくみたいなのは、学びとしていいんじゃないと思う。うん、いいですね。夏休みの間だけ、この、このね、まあ、ある意味、ご勤労でもあるんだけど。でもね、違うのよ。うん、夏休みに、それに行きたいから、普段から地道にやってるわけ。一、はい、年かけて、貯めたとか、そういう感じでしたよ。はいはい、来年、あれに行きたいみたいな。な、うんはい まあ別の目的もあるんですけど好きな子がその主人公の好きな子がこのオレンジカウンティーのそばでえと撮影やってるから愛にも行けるし人のそこの中でいろんなねこう子どもたちとの確執とかいろんなものがあったりとかって別にそういう漫画じゃないんだけどそういう。 なんか話題のところがあってそれをすごい印象に残っていてなんで日本にはそういうのないのかなとかなんで日本はレモネード売っちゃいけないのかなとか思ったりするわけですよねえうん日本人は多分レモネードは多分太るからということで、ね、アイスクリーン的なやつじゃないの沖縄でいうところのうう、ねうん、でもなんか日常でやってるからねあのガレージセールとかもねアメリカとかだとやるからね そうだねああいうのってその間だけだったらなんか全然ね出してもなんかやらせてもいいかなってうから、はいうん、キャンプとかいいんじゃないので,、ね、でなんかそれであのこうねあのなんだこう,こういう目的があるのでっていうから、はい、そう一応ねないわけじゃないんですよね、うん、サマーキャンプ的なものあるんだけど、うん、結構いいお値段するんですよね、うんうん、ちょっと高い、うん、ちょっとお高くて、うん、1>, 1週間以上のやつとかだとまあ大変お高くて、うん、やっぱ親御さんもね あの体験のためだけにそのまとまったお金を出すのは厳しいから、その体験に向けて家族で話し合って、子供も自分のなんだろう好きなことを生かして、その資金を作っていけるとかってすっごいいいんじゃないのと思うんだけどね。めちゃくちゃいいと思いますね。ね、ぜひみんなサイファー読んでくださいね。読みます。あの人生のバイブルなんですよサイファサイファもう覚えた。やったぞ。サイファね。なんかもう読んだ気になってます。すでに。もうちょっと解説する違う。三時間ぐらい喋れます。はい。でもなんかいいよ体験。 を夏休みに絞って日常をそこに目的として持っていくって楽しいよね毎年成長の夏休みみたいなすっごい素敵と思いますあの今思いついたのが、うん、じゃあねあの夏休みにほらあのこう恒例のテレビ番組でさうん、うん、24時間テレビってあるじゃない ああでも沖縄やってチャリティ番組あ沖縄はちょこんとしかやらないんだけどそうですあれねまあねまあここだから言うんだけど意味なくタレントさんがマラソンするじゃないですか意味なく言わないはいそうとえとそうだねまあ一生懸命一生懸命がはいあれさ別にタレントさんと一緒に例えば子供たちも走るとかそうでもあれちょっと尋常じゃないそうですねうんまあその一緒に たすきをつないで走る。全国の子供がつないでいくとか面白い。ねそれだったら面白いかな。二十四時間じゃ繋げないけど。なんか子供たちが。ヶ本当。三ヶ月かけて沖縄から北海道まで。子供がたすきをつなぐて面白いね。徐々につないでいく。そういうのが本当にチャリティじゃないのって。思ったりとかするのね。ね、まあね、聞いてるかって本当にも。 という私はちょっと、あのまあ、ね、まあちょっとあの番組でちょっとね、ちょっとチクチクとね。言いたいって夏になるとね。でもなんか、そういう、その何かをみんなでこう協力して作っていくみたいなのに夏休みが当てられたら嬉しいなと、親心的にもさ、思うわけですよ。うんうんうん、これがね、もう。そう、あと、この。サマーパ、あのサマーキャンプっていうのが、このアメリカっぽいこの響きでね。 いいねやっぱね映画とかねよく聞くじゃない夏合宿でもいいんだけどさ夏は合宿だったんですけどね私は高学年はもうサッカーをバリバリやっていたのでそうですよ部活しですね毎日がこういった朝からもう夏休みになったら朝から晩までボールが蹴れなくなる時間まで練習してはい。 キャプテン翼全盛期だったんですけど全国大会を目指すチームにいたのではーすごいあー、ね、あの本当に朝から晩までサッカー三昧の旅行といえばもう合宿のみが旅行。うんはいあ でしたね。これはまたね、あのスポーツだったらその部活やってる子だったら朝から晩まで練習してだったし、もしかしたら勉勉強でね、まあ塾か塾の子たちは夏合宿とかなんか書き講習あったんですよね。あれを夜も遅いですからね。そう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 。びっくりした。あれはまあ自分とは縁が縁がないからだけど。学校の先生に聞きたいんですけど、夏休み。 でそんな勉強してなきゃダメなんですかってもごもごしちゃいましたけど。僕はどういうふうに言ったらいいかわからないですけど、いやそんなに僕は勉強しなくていいんじゃないかなって思っちゃうこともあるんですよね。ね休みための休みじゃないのかなてて。いっぱいとりあえず僕が子供たちに必ず言うのは、はい、一番は遊びなさいって言いますね。あいいですねいい。はい、来ましたねまあなんていろんまあなんて言われるかわかりませんけど、うん、僕はとりあえず、うん、一番は遊びなさいって言います。こんなに遊べるとき他ないですからね。うん、はい。 これがまたね、何年生で積んでいくと、うんうん、もうやっぱその時のね。なんか過ごし方とか変わってくるしね。うん、そうですね。ねこの。 この何年生夏休み今しかなないいよもう1回しかかですからね今地域コミュニティが見直されているから、うん、なんだろう一時さんいろんなやっぱりちょっと小学校を狙うような事件があったりして、うん、学校って閉鎖的になってきたけれど、うん、今またその地域づくりが見直されてきて、うん、町中みんなが今町のみ子供は夏休みだっていう認識をおじいもおばあもね、はい、持ってくれてなんか 今さ安心に過ごすためにはどこかに所属みたいのがちょっと当たり前な社会だけれど、うん、なんか町を冒険してて欲しいなっていう願望もあって、うん、こう自由に。はい 自分の町を自由にカッ歩して普段はさ登校範囲しか動かないけどちょっとはみ出てみるとかその登校範囲でも昼のね商店街とかそういうとこ行ってみるとかんか冒険に当ててもらいたいなと思ったりとかんか知らない間に子供はね知らない間に大人たちはちゃんと今夏休みだってことを町のみんなが分かっていてちょっと裏庭抜けていかれても「はい夏休みだね」って。 いお前たちそっち行ったら裏山だよみたいな、はいはい、そういう関係みたいに作れたら素敵だなと思ったりとかいいよねなんか俺お母さんが知らないちょっと秘密基地作っちゃったよみたいな。<laughs> <laughs> 秘密基地か、うん、秘密基地ってあれ全然秘密じゃなないででですよねバレ、まあ、もんかこうすごいニヤニヤしながらうちもこの間子供が秘密基地作ってたらしいんですけど「はい、なんかどこ行くの?」って言ったら「教えない」とか言って、はい、一応黙ってでね遊び行かれちゃうと低学年なのでちょっと心配じゃないですか「はい、でも出かけたとはどこ?」ってちゃんと言ってよねって言ってでしょうなんてちょっとこっちもカリカリしてみたりして「はい、どこ行くの?」って言ったら「うーん」って悩んで「だって秘密基地なんだもん」って言うから「分かった」って言って「そっかそっかそれは 言えないね。ところで近所、はい、みたいな。<laughs> そんなあるしかないじゃん。うん、でなんかん言えないとか言って行ってきますとか言って出かけて、そしていつも六時のあの鐘が鳴るでしょ。はい、あれで帰ってきなさいって帰ってこないんですよ。帰ってこないよと思って、うん、えっと秘密基地の前まで迎えに行きました。どこでリサーチしたんだろうってから <laughs> バレバレじゃんみたいな。ね <laughs> こういるとか言っちゃって、はい、ああまあみたいな。<laughs> 聞こえなかったのかね、ノートなんてやっちゃったけど、そうそうそう。でも向こうはなんで知ってんのとは言わなかった。早すぎちゃってごめんみたいな感じで帰ってきましたけど。思いっきり看板に書いてあったんですか。ここ秘密基地の秘密基地とかなんか矢印みたいにこう。前でもネタ元は5歳の下の子です。ああ教えてくれたね。えねえ行ったことあるって聞いてあるよって言うから。じゃあちょっと乗ってってどっちって言ってって結構距離ありました。低学年の割には頑張って歩いて。 こんなとこを作ったかっていうところに本当に秘密なんですね。そしちゃこっちあっちって言って本当って言いながらちょっとほら5歳だし聞いてる相手は、うん、ちゃんとしかも説明できたんですね。あっばっでした。まんまでつきました。<おー> <laughs> すごい。<laughs> あそこってだ本当だなんかこう板立てかけてあるよ <laughs> あれかみたいなどっから持ってきたみたいな廃材がいっぱい<ー>積まれてましたけどかわいいなと思って一生懸命作ったんでしょうね、うんそ。その廃材とかもね、そのこういったのも子供にしてみればタッカなものなんですよ。タッカなものというか。 これはもうだ重要だぞみたいな。そうなんでしょうね,うねきっと、ね。頭の中でこのね、俺たちこの世界一の秘密機作ったぞっていうこの、はい。 ドドキキ感がねそこに至るまでの1か月ぐらいの間にやたら近所の子たちが「徒とを組んでダンボールください」って回ってたそういえば来たわダンボールって言ってたわと思ってダンボールってあれもう本当宝物なんですよね子供にとってそうそうそう僕も小学生の頃に夏休み秘密基地作るって言ってダンボールたくさん友達と集めて作った場所が学校の校庭の滑り台の上でしたから 秘密なのそれ丸見えじゃんみたいな一応秘密基地って言ってましたけどすて若干秘密の要塞みたいな感じですだねちょっと要塞ですねでもいいいいよね段ボールでそうやって何か作るとかねうちなんかは兄弟児が多いので上の子がね元気に外で遊べるような年齢でも下が赤ちゃんだったりとかしたんですよでその時はうちは段ボールを開いてそれを家中に敷き詰めて道路を書きました 家中ゅう富かで遊ぼういとこやりまでここに何建てるとか信号いるとか横断歩道いるとか言いながらマップをバーッと広げていって家全部だ全部床は今は落書き OK みたいにしました面白かったそれは面白そうですね超面白かったあれみたい探検「ぼくの街」の調査のしいね。知らないでしょ私たちあれですよ学校教育のテレビで学校で見てたテレビ。 僕の街探検みたいなテレビがあって、今日はどこどこの街に行くよって言って、商店街とか調査が歩くです僕は爽やか三組とか。見てた。あのどちらかという爽やか三組は道徳向けの。番組で、こっちは社会科の方と、ひょっこりひょうたん島とか。学校で。学校で見てましたね。人形劇だね。今、今、ひょっこり、ひょっこりさんの方ですけどね。ひょ、ひょっこりさんの方。やっぱ流行ってんのかな。でも、なんかそういうの、マップ作ったりとか、あの駐車場がいるよとか、ここはこう。ファミレスだとか。 スーパーだとか面白かったよ。うん、面白そうそういうの。うん、もうなんかそのうちなんかねメロとか作ったりとかしてね。えそう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 ,そう、うん、なんかここ行き止まりになっちゃったみたいになったりとか壁書いていいとか言われて、はい、壁は <laughs> 壁はダメだみたいな。<laughs> こうなんか段ボールこう壁ねこうか楽しいよね。うん でも、こういったところも想像力になりますからね。まあ、どうしても出かけられないなら、なんかいつもと違うことしようみたいなのは工夫した。なんか、もうありますよね。非日常的なことをやろうぜ。いつもはやっちゃいけないことを、今日はやっていいよみたいな。この時期に特別感。なんか、で、それも木梨憲武さんいるじゃないですか。トンネルズの。木梨憲武さんのお家って、落書き OK なんだって。壁も全部。 で定期的に塗り替えるんですって。<ー>ペンキ自分たちに塗るって言ってたよ。面白いまあ、あのお子さんがもうすっごい壮大な絵とかを。描くんだって。<laughs> でそれをこうしばらくアートとして楽しむって、うん、な年齢で全然変わってくるじゃないですか、うんはい、でそれを楽しんでるっていうのをちょっとテレビで見て、うん、うちはほら借家だから借家というか、まあ、あの借りてるからできないけど面白いと思ってすごい面白いと思ってじゃあ今度ぜひなんかね誰かお近くで一軒家をねお探しの方ってから <laughs> 落書き OK のって。 本当よねでもなんか子供たちみんなで学童塗っちゃうとかね楽しそうだよね面白い車とかでもいいんじゃない僕もやりたい車もやりたいと思ってる周りをですかやっちゃうかな車ぶつけたところにマジックでえいってこうびっくりマークみたいなの書いてあーうちって書いてみたりしためちゃくちゃ面白いじゃないですかそれぶつけちったみたいな何やってバンドエイドのでっかいの書くとかいろいろ言いながらやりましたけどね楽しいですよ もうじゃあそんなもうね夏休みのこの思い出が本当にこうやっぱあれですね、うんはい、あのやっぱその時ばかりは子供って少しばかり寸伸びしたくなるというかねそうですねきっとね本当に冒険したくなりますねどん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 遊んでくださいって、うん、でまたあそうそうあのねあのそんな夏休みの間にねはいえ今日ゲストのロッキーさんあーはい、はい、とっても素敵なイベントがあるということでおお 素敵かどうかはちょっと来ていただかないとわからないですけど一応僕のこれ詩なんですけどねポエムですポエムの個展をちょっと開かせていただこういありがとうございます気使っていただいていやいや全然第1回ロッキーあ実はこのずっと写ってる僕のこの似顔絵なんですけどこれがフライヤーになってるんですねなるほど ここちょっと引きでうしかもいい紙使ってるんだこれねい、伝えたいっていうアーテティィスックですね詩って結構一方通行になっちゃうことがあるんですけどやっぱ自分の思いですからねただその自分の詩を見ていただいてその方見ていただいた方がちょっとでも何か感じていただけたり何かを考えるきっかけになってくださったらもう一方通行じゃなくなると思ってるのでなるほど。 結構、市っていうのは自分自身に向けて書いているものが多いのでそこで一方通行がなくなれば嬉しいなとこの場所期間はいつかからでしょう期間がですね8月6日から8月12日月曜から日曜まで丸7日間がっつり11時から5時までやらせていただきますのでロッキーさんいるんですかここにもうここにはずっといますどうしようと思って昼ご飯とか。 差し入れ募集、ずっといるので、一人ででやるのそうなんだ場所が、どちらですかね場所がですね、これ、くも字になるんですけれども、タイムスビルの裏側になりますね、裏側の、ちょっと路地になるんですけど、この那覇市くも字の、これ、全部言っていいんですかね、2の4の17の先ビルっていうところの3階になりますね。 県庁前駅から171メートルです。測ったの？若干誤差はね、あ歩いてる人に感じ、少しはあるかもしれない。でも近いですよね。駅からもね。タイムスビル周辺に駐車場もあるし、一応雲字だったらオー駐車場とか近い。結構近いですね。うんうんう僕雲字行でしたので。あ、そうか。そうでしたね。そうですね。川から一本二本目入ったところですね。もうすぐです。うんうだったら車の方もまあ。 コインパーキン止めていただくことになったりしますけれども、来やすいかなと。そうですね。電車で来るのもいいしね。はい。はい。えっと入場料が大人500円、お子様が0円。コーヒーとお菓子がついてるよ。はい。あのいろいろ協力もいただいて。おおコーヒーとお菓子。はい。でそう本格的なものをつけようかな。あら素敵いいですね。まあいろいろこのフライヤーを配っていると賛否両論ありますけど。どういうことですか。 いや五百円取るんかいとかなんでよなんでよ<や>コーヒー飲んで美味しいやつねややコーヒーお菓子は別にいらんしみたいないらんからただ店員みたいないや, <laughs> いやいやいや <laughs> 食べてもらおうねそうなんですよね才能というかそういった人がこうね見せるものに対してうん、うん、そういうなんか対価というものを少しぐらいね、はい

一応公務員なのにこういう五百円取っていいのかみたいなことも言われるんですけれども、全然一応僕は何の違反もしてないので大丈夫です。なるほど了解でございます。はい、そこ言っておきたかったい、なるほど。まあでもこれね、あの八月六日から十二日までといぜひよろしくお願いいたします。ぜひぜひもうねこれまた僕とも話しに来てください。あ、そうですね。楽しいのでぜひねリスナーの皆さんもなんか聞いてほしいですね。これは本当ねもうね先生から率先して遊んでますもんね。 そうですね <laughs> 僕、新しいことが好きなので,、うん、いいでとにかく遊ぼうと。でもいいなこんな発信していくってことをしていいんだよってことを見せてくれる先生って素敵ですね、うんうん、子どもちもなんかくるとか言ってるから本当ですね どんどんね、やりましょう。なんかさ、夏休みのさ自由研究とかさ、はい、すごい頑張った子たちは古典とかしてほしいよね。うん、そうですね。うん、なんか古典って、そんなに難しくないんだよっていう。ね、ね、それを知らせてあげる。そういうのをやってもらいたいですね。うんうん、はい、ぜひぜひ、皆さん足を運んでみてください,、はいはい。すみません、ありがとうございますはい。いやいやはい とねえっ、ー、とじゃあそのままですねえっ、ー、とじゃあ今日は一応夏休みっていうテーマでお送りしたんですけどもはいちょっと今日は、ね、あのまあここにいいニュースがありまして面白いニュースがあったのちょっとこれ紹介したいと思います、はい、ほうあのね<ひ>ええー、九歳の男の子が、うん、なんと沖縄県内の,このラップのイベントで参加して、うん、バトルーさん、えー、このラップバトル参戦しなんとあの本戦に出場したというニュース予選を通過したってことですよ <laughs> 沖縄市のミュージックタウン、豊市場で、はい、今月7日に開かれた、うんえー、南国 MC バトルにふんふん2018この予,選予選に大会最年少のイラミナ奈航輝君9歳でこ,の<ー>こちら出場し本戦出場を果たしたとふんふん大人を相手に堂々としたラップで会場を鳴らせた航輝君に県出身ラッパーで審査員を務めた ST ・ローさんは小学生でバトルに出るのは珍しいと驚いているとお9歳、小学校4年生。 すごいなでねこの間は、ね、ほらダンスとかねこういった子供たちのこの才能すごいねって話してたんだけど今度ラップが出てきましたよ。うんうん、ラップやるっていうのもそれボキャブラリーが必要だし言葉の語彙力も必要だしそう,ですしそう語彙力が必要だしだでまたリズム力も必要だしこれはすごい。うん、これちょっと見てみたいなっていうのとこれね オファーかけたら番組に出てくんないかな。いいですね。遊びに来てください。面いね。K C さんもそこでやりますかね。ラップバトル。ラじゃあイラミナ光輝くんもしよろしければ。遊びに来てください。そうですね。うんうん。やりましょうやりましょう。ねせっかく夏休みだし。そうだね。これ本戦はいつなのえ本戦はですねこちらがですねえっと8月の18日午後4時から同じく沖縄市のミュージックタウン音と市まで。すごい。見れるんだ。めっちゃ感覚てきたな。すごいね。 こうなんか、ね、もうとりあえず勝敗関係なく、なんかこう。小学校の四年生、こんなんできるんだっていうぐらい。はい、本当ですね。見てみたですね。うん、そうですね。すご,すごい、すごい。可能性が。うん、うん。ぜひ、ぜひ、夏休みだしね。そう、そう、まあ、そう。遊びに、こちらもね。ね。こう、なんか、もう。今回は夏休みっていうテーマでお送りしたんですけども。はい。はいはい、あのね、まあ、今日はね、もう、一つやっぱ、もう、なんだろう、とにかくね。遊びましょう。 そうですね遊んでくださいって遊んでほしいね。なんかさドラクエでさ経験値どんどん上げるのにぐる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 まんじゃんさ街の周辺をあんな日々を送ってほしいですねそうですねただ回るだけでも経験値上がってるんだよそうだよぐるぐる回るだけでもねたまにこうはぐれメタルに出ちゃったりするよみたいなねすぐ逃げるけど会心の一撃を出さないとああみたいな逃げられたーってなるけどねそうそうなんかもう毎回のようにねあまたスライム買ってるかな でも、それでも全然、全然、全然、ゼロではない、近所のおばちゃんとかね、近所のおばちゃんは、経験値がかなり高そうですけどね、すごいなんか、いつも話しかけてくる、ねちょっと苦手なおばちゃんに、たとかね日常の中にも冒険があるっていうのをしてほしいですね、そうですね、これはもうね、んだろう、先生目線のロッキーさん、そしてまたね、お母さん目線のね、堀さんもね、これはもう2人からお墨付きでございますので、もうとにかく夏休みはね、遊んでくださいと。 そうだそうだ、はい、ねそういうことでございますよ、はい、ねあのということで今日のゲストはですね、えー、まあ、えー、こちらで現役小学校の先生ですロッキーさんでございましたはいありがとうございますはいでそのままとエンディングでございますはいはいでここからエンディングでございますけどもえー、っとねまあこの放送もねあのまあおかげさまで7ヶ月過ぎましてまあ今せっかく夏休みのつながりだったんではい、ね、9ヶ月じゃん九ヶ月そうなんですよ九ヶ月ですよもうそうそうそうすごい で、ね、あとね、うん、せっかくなんかこうほら小学同じようにさっき冒険的あったからこのスタジオになんかね自由研究で来てくれるとかさ。 ああラジオ体験とかぜひ来てほしいですね。これとってもいい経験になるからっいてくださいよクラスの皆さん。読んでください。いいんですか。いいちょっと聞いてみましょう。あラジオやってみたい。例えばこうラジオこうこうやって話しますよっていうところ始まってででこれで実際にこうラジオや喋ってみたりとか。ああこれでも殺到しそうでちょっと怖いんですけど。えっとどうしようかな。二週二週の間渡ってやりますよ僕ら。これめっちゃ出たいって言いそうな予感がする。例えば大人に行ってみたいこととか世の中に行ってみたいこととか。 ういや結構いいそうあと実際でもね「はい」なった時に。 子供って結構緊張しの子もいるから、そうですね。急に黙ったりとか、実際一回やったこと、まあでもそれも楽しみなからね。でほそれも経験ですか裏方やりたいとかでもいいじゃないですか。こういうミキサーとか、ちょっと将来こう音響のお仕事やってみたいとかね。得意じゃないけどこういうのマ気になるとかいうのもいいですよ。ぜひぜひ本当にいいですか。もうぜひよろしくお願いします。の機材ついてきてくれるんですよね。あのもちもだからあのね、スタジオのね、空き時間とかをちょっと。 調べてね、はい、あ、調整して、ただちょっと早めに。あ、そうですね。ちょっと普段は夜収録してるからね、昼間の時間とかに当てれたいですね。ですね。ということで、じゃ、ぜひぜひ遊びに来てください。ちょっと、三十人ぐらい来るかもしれない。じゃ、あなた、じゃ、あなたも d J. 体験でことで。そうだよ。ラジオ放送局を見たこともない子もたくるでしょう。あ、ぜひ遊びに来てくだい。で、あと、その沖縄で、なんで、このラジオで、この人気あんのかなとかね。そういったのも、はい、あのね、夏休みの自由研究なるよって。なりますね。なるなる、絶対なる。 はいお待ちしております。はいぜひぜひ。はいではそんなこんなでございまして我々研究所時間いっぱいでございます。早いね。いつも残念ね。じゃまたこの後また今後またね。そうですね。ゆうたしましょう。はい。少々。はい。では担当私ケーシー高見者と。はい。子育てアドバイザーホーリーと。はい。あ僕ですね。はい。元気小学校教師をやらせていただいておりますロッキーでした。はい。ではまた来週お会いいたしましょう。それでは皆さんさようなら。さようなら。さようなら。